くださいよ。大丈夫じゃないもん。全然違うからだ。どういうこと？レッスン着だよ。元気じゃないよもう。助けてほしい。もう嫌だ。ケンちゃんありがとう。チュー。大丈夫じゃないよ。静臣さん、アイスじゃなくて、キャンディー、ありがとう。嬉しい、嬉しい。ありがとう、キャンディー。クッキー食べながら話そう。今日やったダンスめっちゃ難しくて、もうめっちゃ難しいの本当に。あ、なんかあんま好きじゃなかったこのお菓子。ま、のっぴわぴさんあとありがとう。まるまるさんありがとう。ファイトありがとう。ダンスさんありがとう。ハイスターありがとう。そう、ダンスね、今までさ、ダンスを踊ってでさ、なんかあんま嫌になることとかなかったんだけど、ダンスを踊っててなんか踊れないなと思っても、ちょっとやったら踊れたりしてたのね。ちょっとっていうか普通に練習したら踊れたりしてたんだけど、本当に踊れなくて、もうやばい、頭の中おかしいし、多分今日もうこれ以上入らないから、もうレッスンの途中で帰ろうと思ったもん。今絶対やっても今意味ないしと思って。まあ、レッスン行ったけど本当に頭に入ってこなくて、もうなんか踊れないし。のっぴのっぴさんハートありがとう。まっぴのっぴさんもありがとう。キャロットありがとう。ひっちゃんの爪ありがとう。ホワイトありがとう。こっちレッスン本当に。でさ、先生に一回さ、もうなんか本当にやばくて、もう今までで一番やばい、やばくて本当に、先生に「かなえは一回落ち着きなさい」って言われて、でも落ち着きなさいって言われてもさ、落ち着いてるしさ、なんか他の人が2番やってんのに、うち自分だけ1番やってるわけにはいかないじゃん。でもさ、なんか2番私それでさ教えてもらえなくてさ、1番やってな、1番やりなさいって。1番でもそれよりもさ、2番やってさ通さないとさ、もうさ時間もないしさって思ったんだけどさ、結局さ私なんかひあマジ危な 他の人はさ教えてもらってたけどさ、教えてもらわないでさ動画撮ったのね、通してできるわけないやんと思って、もう1番も2番もできなかった。いや、1番はできたか。なんかせめて2番教えてほしかった。それならもうよくわかんない。え、もうレッスン終わったよ。何年前ね、僕体操結婚して。え、無理だよ。もう今テンション下がってるから結婚したくない。友達から電話かかってきたんだけど、見てるのかな配信。大丈夫っていう電話かな。スケモンさんバラありがとう。そう、苦戦するとひまわりか 違うけど、もう本当に難しい。空がにゃさん、ファイトありがとう。しごくんやっほー、まだ泣くやろ。こんばんは。広島駅やば。初めての曲。初めての曲。なんかさ、よくわかんないんだよね、それもさ。私たち2期生さんとダンスの先生も違うから、やり方が違うのかもしれないから、しょうがないか。まあ、いっか。
そう、私たち振り入れがなくて、ずっと今まで振り入れなしでやってきたんだけど、リッチさんハートありがとう、テイカさんハートありがとう、テリーさんハートありがとう。そう、もうやだ、頭、いやもう体も頭も、シンゴくんバラありがとう、ハートありがとう。 ちょっと待って、友達からなんか来た。そう、簡単に落ち着けない、そう、先生は気持ちが焦ってるってことを言ってるのか、なんかさ、友達配信見てなかった、全然違う、高校の時の話だった、をしてきた、高校の友達あったんだけどっていう話をしてきただけなんだけど、あー痛いよ、胃が痛い、もう、あー今日も胃が痛い、言っていいの、胃か分かんない、でも言って言われたからいいだ、これは。そう、人生初めてのことをするわけじゃないんだけど、もう難しい、こんなにもうぐちゃぐちゃで分かんない、ダンスが自分が何を踊ってるのかも分かんない、どこを踊ってるのかも分かんないし、もう焦る、テレイさん結婚して無理、ヤ ウさんファイトありがとう、シュウミさんありがとう、キャンディ、そう、できないってことは頑張ってないのかなと思った、頑張ってないからできないのか、そう、余計焦っちゃう、そう、そうなんだ、余計焦るに決まってるやん、そんなんさ、みんな2番教えてもらってて、私はさ1番のままですままってさ、焦るに決まってるやん、そんなんと、急にファイトありがとう、ちゃんとできてからってから、大丈夫、おいちゃんハートありがとう、自分でだよ、そうでさ、結局さ先生もさ教えてくださらなかったからさ、自分なんか、でも本当はスマホの持ち込みダメなんですよ、レッスン上の、でももうさ、そんなのさ、ほぼ自主練なわけやん、そうやって一人一人に教えるなんて、ならさ、結局は自分でさ、動画見た方が早いじゃん。だからスマホで持ってってさ、やったけど。もうどうしたらいいの？たまたまさん、お疲れありがとう。062サイズは違うのかな？そうだよ。2期生の先生は怖いらしいじゃないの。そうなの？ラベさんハートありがとう、ラベさんバラありがとう、ジュンさんバラありがとう、胃が痛いのは昨日何食べたっけ、2期生3期生は今の先生のやり方が合ってると思う、ね、もう分からん、足2.5期生さんはもともとすごいもんね、3期生に関してはさ、最初なんかあれだったからじゃない、本当に最初できなさすぎたんじゃない、逆にだからめっちゃ伸びがすごいようにさ感じるだけだってさ、そりゃ2.5期生さんに追いつかないしさ、また全然ストレス溜めすぎたらおかしくなる、それな、さっきさ、なんか、歌舞伎町のニュースが出てきてさ、めっちゃなんか痛い気持ちになった、自分が痛かった、痛々しいニュース、一方そう、おいちゃんホワイトありがとう、レッスンお疲れ様ありがとう、それ違うんじゃないですかね、挑戦法いいな、アンピーさんの、あ、田中美穂さん、ヨリーさんとか来てたね、
いや、待て、何が違う、そう。焦ってもできんものはできん、それな。生きては良くちゃう、そうなの。そうそう。誰もやんないまま時間が経って、できてないなら動画撮る意味ないじゃんって思う。自分ができないのも悪いけど、普通に教えてほしかった。2番とか自分に厳しい思ってる方の力。いやいや、どうしたら盛大になれるの、わかんない。お誕生日ありがとう。えっと、お誕生日ありがとう。お誕生日ありがとう。怖いニュース。いいな、りゅうちゃん、どうもありがとう。することないとか言わないで。広島でいっぱいありますよ。ミスターさん、ありがとう。バラセンターメッセージありがとう。もう眠い。卒コンは自信ありそうに踊るよ、そりゃ。ステージの上では自信ありそうに踊らないと。逆に恥ずかしいって言われる。ちょっと足かゆい、足かゆいってそういうことじゃなくて、普通に足の膝がかゆいってことね。深呼吸するよ。そう、深呼吸して思う。もう自分がダンスできないことに対しても悔しすぎて、なんでできないんだろうって思った。今まで普通にやってたのに、なんか、大変だった。今日は一番自分のあれの中でなんか難しいダンスなわけじゃないけど、今日6時間でそのユニット2曲だけ2曲やったんですけど、そもそも最初の1個目のユニットの時点でもう、今1個目ユニットをやったやつのダンス覚えてないし、いや、やった時は覚えてるけど、だからまあ今日もちろんやるけど、寝る前に、寝る前っていうか夜に。もうやばい、頭がおかしくなりそう。なんつった、何来たっけ、これ大丈夫って、これ4、ああ、もう、腹立つ。焦らないよ。いや、さん、ありがとう。また席数、そう。でもね、なんかもう本当に大変なのがさ、なんかレッスン動画あるんだけどさ、前からじゃなくて、なんか本番映像とレッスン動画があるんだけど、そのレッスン動画が、なんか2期生さんが踊ってるやつなんだけど、なんか、そっちバージョンじゃなくて AKB バージョン覚えるみたいな。いや、もうよくわかんない。ちょっともう助けて。いや、それ撮ったらいいか、確かに。そう、もう無理、普通に。もうストレス嫌だし、なんか腹立つし、自分にも人にも。やすべ、ありがとう。嬉しい。こんばんは。違うわ。やすべは100ありがとう。つるさん、よろしく。こんばんは。ね。
卒業公演のやつをねちょっとだけ配信で見てた。八重さんありがとう。慰めて、いや逆に慰めてくんない？八重さんありがとうよ。自分だけできないと、そうそうそう、結局 2.5 期間やったらもできないって言われて、それでいいんか。勝手に言ってればいいじゃん。自分だけできない、そう、八重さんありがとう。そうですよ、もう勝手に言ってればいいのにって思う。そういうのコツがつかめないだけだと思う。確かに、そう、なんか今回あの卒コンでさ、ダンスナンバーみたいな、ダンスインターやったじゃん。あれもさ別に言うて普通にさ、いなんかできない、できないとかなくてさ、普通にさ教えられた時にできたけどさ、もう無理。2曲、そう2曲頭に入んないよ一日。そう、そうか、そう、レイダーレイダーもレイダーの時もたくさん怒られました。私は何もできないです。はあ、もう打ち込んでる。アシリーさんありがとう。なんかみんなできてて自分ができてないっていうのがすごい嫌だった。しかもそんな人数多いわけじゃないし、そもそも公演の人数が、だからなんかやっぱ、しかも B って3期生の中でもダンスができるグループだから、ダンスとかなんかそういうのできる子が集まってるから、なんか焦るし、なんかヒータに叶う振り入れ早いって言われてたじゃん、言われてるけど本当にうち遅いから、遅いのマジで。でもだからもう何言いたいか分かんなくなってきた。同ポジの人と一緒に覚えない、覚えないよ。ハートありがとう。確かに、進める、そうなんだ、進めると感じてるのか。もう意味わかんない動き多いし、もう無理、本当に踊れない、難しい。もう踊りを丁寧に一個一個教えてほしい。焼き場じゃねぎせばじゃん。そう、加藤さんあたりが、確かありがとう、加藤さんありがとう。確かに、え04組でいうと清水さんの小学校の時、長谷川さんの高校生の頃苦しんだと思う。どういうこと？苦しんだ、どういうこと、どういうこと。え、そうなの、伊沢さんありがとう、エドルさんもいてありがとう。息をするために練習できて、なかなか練習できなくて、ためなんだか、もうショックで立ち直れない。わかりませんって先生に伝えたよ。わかんないもんね、わかんないもん。エトロさんファイトありがとう。リーサクさんハートありがとう。
もうなんか最大もうショック、なんかようかな、もう眠い、練習するしか道それな。ありがとう、東京から見に来てくれるの、ありがとう。ちゃんとやんないと。坂田しみさんこんばんは、やっほー。ちょっと枕欲しい。そう、もうしかも今日のあれは休憩がなかったからもう死ぬかと思った。6時間ずっとやってたから、もう本当に終わったと思った。昨日のオンラインお話かありがとう、こちらこそありがとう。坂田しみさん楽しかったよ、たくさんお話できてよかった。睡眠も大事、それな。もうなんか睡眠足りてないのかな。こんばんは、2期生も初日前は苦しんでたよ。じゃあいいか、気分リフレッシュ。そうなんだよね、もう気分リフレッシュしたい。でもなんか夜お散歩すると結構気分リフレッシュできることに気がついた。なんかいいんだよね、割とリフレッシュするな。びっくりした、音がうるさかったね今。配信をやめたらもう本当にもう無理。15分間この話がなちゃん元気、本当に元気になりたい、助けてください。もう私はどうしたらいいのか分かんない、なんでできなかったのかが分かんない。自分の脳みそがおかしくなってる、もう調子上がってないってこともあるし、リフレッシュしてないまだ頑張ってるの。確かに、まあでも確かに頑張りどころかな、のできる本当。ああ、キッチンさんありがとう。仲間に相談して乗り越えよう。確かに、口内も疲れから来たかもしれない。確かに、もうめっちゃ痛い、口内、喉痛いもん、口内のせいで。なぜできなかったのかを客観的に見てみろよ。確かに、うん、来てさ、ありがとう。やってるうちに共有できる、確かに。ね、ツアーとか確かにできたのに。リサクさんありがとう。理由がある、普通に自分が覚えれなかったからでしょ。そんな分かってるんだよ。早めに休んでリフレッシュしたのがって変わる、確かに。でも確かに、なんかもうみんなもあれよね、だいぶ焦ってるし、きっと優しく声かけてくれますよ、いつも。急に踊る、確かに。
確かに。いいなぁ、神戸行きたい。ありがとう、マピノピさん。音ゲー何回やってもクリアできなくて、日が変わってできることもあるから。確かに、私もよくつむつむやってたし。誰もが通る道。なんかダンスできないこととかもあったけど、今までなんかやりたくないって思うほどこう思うことはなかった。別に楽しいし、でも初めてやだって思った。音ゲーと比べるでも同じやね、音ゲーとダンス変わらない。ありがとう、神戸行きたい。もうどっか行きたい。ゆういちにゃはた、ありがとう。すげえ、このようにいいな、楽しそうで。なんかもうやだ、大変。ドラマありがとう。じゃあ、定食さよ。なんか。おいしいもの。マック食べた。スランプって何？トランプみたい。あと、ありがとう。スノーを配信してるかな、おばあちゃん。ありがとう。東京都逆町さん、ハートありがとう。山城さん、ハートありがとう。何食べてもいい。山城さん、ハートありがとう。スランプ不調。どうも、確かに。もう。ダメですわ。山口の月、あ、それなんかサッチーがくれた抹茶のやつ。カナがケーキあげた、お礼って言ってくれた。神戸牛食べたい。え、そうなの、すごい。ミスターさん、あとありがとう。ダスさんじゃ、ありがとう。まだ時間はある、確かに。でももうやばい、あと10日くらい。ギアのソフトクリーム食べてみたい。今夜は水曜とってほしい気がする。ゆりとバレちゃう。そう、アビノピさん、じゃあありがとう。サッチーね、なんか言ってた、配信でカナのことずっと話したって。コラダも、おいしい。
わ、六本木って書いてある。そうなんだ。六本木グラス面白かったな。石崎でやる。それだ。もうやだ。やっぱメールで送んなきゃよかった。振りが難しくて体が、いや別に構成とか簡単なんだけど、めっちゃ振りがもう頭に入んないし、体でも覚えられなかった。だから途中でオロナミン C 飲んだけど、それでも無理だった。いいな。なぜかわからないけど頭に何も入らない。わけがわからない。そう、もうわけわかんない。なんかよくわかんないもん。なんで頭に入らないのかがもうわかんない。なんかいつもはできなくても、その最後のレッスン終わるくらいには全然できるようになってるのに、今までできないこととかなかったのに。だからショックすごい。ショックだし、もう恥ずかしい。やだ、できないから。明日ファイト、ありがとう。ねえ、優しかったみんな。ダースさん、愛さん、ありがとう。それを見に行く。いや、その頃には大丈夫だよ。ありがとう。料理確かに。ありがとう。どうすべきか。愛してくれて、嬉しかった。だって悔しいな、私ならできると思いながら練習しなさい。もう休みが、休み遅れ。寝たい。考えれば考えるほど頭にそうなんだよね。休みの時送って、確かに。ありがとう、東京都教育長さん。何？犯罪って。考えすぎると、え、ほんとそう。うん。キャバ？キャバじゃん、間違えた。やばい、なんか違う、よくわかんないこと言ってしまった。ギャバ、ギャバね。ギャバの入ったチョコレート、確かに。疲れて一時的に集中力、確かに。恥ずかしいことの連続。いや、もう本当に今日のうちはできなすぎて恥ずかしい。ちょっと、うん、めっちゃ美味しい、これ。
姫名も一人だけ取り残されるのが嫌だ。そう、嫌だ。だってカナウ以外のさ、みんなはさ2番やっててさ、カナウ一人だけ1番やっててさ、一生追いつけないじゃん。そのあたりついてもちょっと、確かに、うん、やば危ない、間違えて読み間違えちゃった。いや違う、読み間違えただけですね。でもさ、配信しなきゃさ、リス参加してるのになんでこいつ配信してないんだよ、マックスまでって思われるじゃん。だから配信参加するって言ったのうちだし、なんで配信もします、大丈夫です。いやもう最悪、動画送られてきた、もう送んないでほしい、やだ、送らないでください本当に。マネージャーさんへその動画をグループ LINE に送らないでください。って思いますね、地獄。もう今日初めてやる気なくした。美味しい、めっちゃ。え、かすみん、え、だるまありがとう。かすみん何してるの、俺今何時だ。広島コーパセイさんファイト、ありがとう。最近会わないなと思ったよ。あっかあるよ、あんはしないよ。広島コーパセイさんファイト、ありがとう、嬉しい、頑張ろう。かすみんありがとう。本当にかすみん、これ絶対嘘やん、かすみんじゃないじゃん。パセリさんありがとう。広島コーパセリさんありがとう。歌舞伎町の話が誤解されちゃう。いやいや、歌舞伎町の話なんかニュースでね、びっくりだよ、怖い怖い。全体記憶なら確かに、いやいや伝えないよ。エムさんハートありがとう、リョウありがとう、広島コーパセイさんファイトありがとう、嬉しい、頑張ろう、やっぱ頑張ろう、ありがとうファイト。心落ち着かせろ、それな。こんばんは、せいさん、そうだよ、それ私です、いちごアバター。いつもより塩だよ、もうベナピサファイトありがとう。カナワアイドル先生はダンスのプロ、確かに。うん、うん、なんかもうイオンとか行きたい、イオン行ったらさ、なんか地元のイオンってさ友達がいっぱいいるからさ嬉しいんだよね、イオンに行っただけで友達に会えるんだよね。地元帰った時はさイオン行ったらさなんか誰かしらいるんだよね、だから嬉しい、さすが地元。え、あ、え、え、ありがとう、広島コーパセイさん、ファイトタワーありがとう、嬉しい、やった、ファイトタワーありがとう、頑張ろう。ファイトタイガーって言ってるみたい、ファイトタイガーじゃない、ファイトタワーありがとう、嬉しい、頑張ろう。落ちのある話、落ちのある話いいよ、何にしようかな。イオン開いてるよ、ありがとうファイトタワー。フードコート、いやいや普通にお店は
なんかお洋服屋さん行こうとか言って、やば、涙袋がまた爆誕してしまった。歩いてるといますよ誰かしら。佐野先生ありがとう、吉川さんありがとう。割と大きい、あそこ知ってる、行ってみたいんだよね、行ったことないけど。吉川さんありがとう。だるま、え、かすみん、本当も本当のかすみんだったの、あのだるま、ありがとうかすみん。え、でも絶対嘘、え、本当、ありがとう、ありがとう、元気だよ。最初タワー届かなくて自分で笑った。タワーに届かなくて、笑わないで、え、どういうことどういうこと、自分に笑ったの、なんで笑うんだ。吉川さんありがとう。近くはそう落ちないんだろうな、ないよ落ち、本物かすみ、涙袋作るもの、そうなんですよ。ネーターさんの時は本物だよ。富士サファリパーク、え、それさ伊豆シャボテン公園じゃない、違う、なんだっけ、伊豆、いや、どこだっけ、伊豆のどっかよ、ホワイトタイガーいるの多分。え、そうじゃないっけ、サファリパークホワイトタイガーいたっけ。しょっちゅう行ってるけど、まあ、見たことないか。あー痛いな、痛い、喉が。そうでさ、なんだっけ、何の話してたか忘れちゃった。あ、そっか、地元に行ったらいっぱいいる。あ、そう、なんか今日わかんないけど、この3連休で、今日何曜日ですか、この3連休で、なんか地元のお祭り、地元っていうか伊豆アニマルキングダム、そう、そこでプリクラ撮ったことある、妹と2人で。あのさ、謎にさ800円ぐらいするプリクラ、動物とか周りにいっぱいいるやつ。喉こないとこ痛い、なのに辛いもの食べてしまった。動物公園、昔、何それ、どこでさ、地元でお祭りやって、地元っていうかさ、学校がの場所でさ、なんかお祭りやってるんだけどさ、今なんかこの3連休でさ、なんかそのお祭り毎年行ってたのね、絶対学校帰りとか。いや、学校帰りあるわけないか、この土曜日なのに。学校、まあ、そこよくお祭りやってるんだけど、お祭り行ってたんだけど、毎回もさ、友達とね、そうで、去年も行って、今年は行ってなくて、なんかね、5月にも1回お祭りあったんだけど、その時も行けなくて、ゴールデンウィークらへんで。でも毎年行ってたから、しかもそこのお祭り行くと、なんかみんないるから、学校の友達が幸せになれるんだよね。久々っていろいろ話せるから。でもさ、今年はお祭り行けなかったからさ、地元の会う、ね、友達に会う機会もなくなった。そう、誘われたんだけどね、友達に、帰れなかったから。なんか広島でお祭りないかな。友達呼ぼうかな。え、そんなにしょっちゅう祭りしてる、本当だよ。4月にお祭りあって、11月にお祭りあって、5月の時に、じゃあ11月本が行けなかったから11月行こうねって話して行けなくて、で、あとなんかもう一回あった気がする、年3回ぐらいある、なんか馬なんかお祭り、分からんけど、馬に乗ってなんか弓を持つお祭りみたいな。嘘、そんなんじゃないかも。その写真待ってる。え、遊園地の伊豆アニマルキングダムの。でもめっちゃ漏れないんだよね。そういうプリキって漏れなくない、なんか遊園地とかに置いてあるさ、800円に謎の高いさ、あのプリクラっていうプリクラじゃないけど、遠足でさ、八景島シーパラダイス行った時撮ったんだけどさ、めっちゃブスでびっくりした、自分が。顔パネル、顔はめ、いっぱい動物園でやってるよ、よく小さい頃から。加藤さん、バラありがとう。香川、ホワイトアイがいるの、どこどこ、お披露目の公園の頃かな、そうかな、そんぐらいだね多分。そう、え、ありがとう。あのダンスの話、やっぱもうダンス頑張るわ、なんかいける気がしてきた。なんかいける気がしてきたわ。なんだっけ。
あ、やばいやばいやばい、危ない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 、歌ってしまうとこだった。広島でお祭りだったの？あ、そこ行った、そうそう、そこ行ったんで、お祭りっていうか屋台少なかったけどね。加藤さん、だるまありがとう。恵比寿港があるんじゃない？恵比寿港って何？やぶさめ？あ、やぶさめ、やぶさめ。STU って、ん？漏れないかも。漏れてないよね。全然漏れないんだよね。遊園地価格、そうそうそう、800円高くない？ STU 佐藤さん、違うよ。瀬戸内ね。やぶさめ、そう。ゲームセンターのプリクラと違う。ゲームセンターが一番盛れる。周りに限定の絵柄が、そうそうそう、選べるやつね。なんか真ん中に動物がいるやつとかね。おはよう。違うよ。ダンス頑張ろう。ゲーセンのプリはもはや。で、あれはもう人間じゃない。もつれて屋台もいいんやね。そう、わかる、屋台が一番。また一人メンバー、それな。ネタバレしないようにするの危ない。口を塞いとこうかな。タワーの力すごい。 元気になった。なってないけど。一生引きずるけど、この今日のことは。自分の機嫌を自分で取れる人になりたいですね。白鳥動物園っていう、え、何それ、加賀にあるの？八丁堀？八丁堀って本通りらへんじゃない？嘘？ウスコ？雪のレッスン？あ、レッスンじゃない。いや、この前さ、かすみんにさ、なんか、あれ言われたんだよ。なんかさ、広島お祭りやってるから、お祭りじゃない、イルミネーションやってるから見に行こうって言われたらさ、なんか全然提灯が飾ってあるだけでさ、びっくりした。こうイルミネーションって言うんだと思ったら、遠くから見たらイルミネーションに見えたけど違ったって言って、ご飯食べて帰ってきた。ホワイト、ありがとう、のっぴまっぴ、まっぴのっぴさん。元気は一番プリプラです。確かに。本当だよ、元気になってよかった、頑張る。元気じゃないけど。辛っ、このお肉美味しそう、美味しい。名前はカナダよ、正解。 まだ早かったらしい、くぼっち、こんばんは。名前はカナダ、よろしくね。広島イルミネーション始まり、それな。え、提灯イルミネーション、それな。斬新。なんかそう、提灯が飾られてて、この前祭りやってたらへんで。そしたらなんかさ、それをさ、イルミネーションだと勘違いしたらしくて連れてかれた。そしたら、あ、違ったって言って、そのままラーメン食べ行った。ドイミネーション準備はしてあるけど、点灯はまだ先なのかもね。ドイミネーションっていうの？準備してあるんだ。かすみん、それ見たのかな。でも私が連れてってくれた先は提灯しかなかった。いや、絶対あれ赤でしょみたいな。なんかさ、イメージの大体白に光ってるのにさ、赤だったのね。しかも、ちょうちんってわかるぐらいの。びっくりした。この、可能とも読めません。かすみの脳内は、イルミネーション。確かにあり得る。キラキラのとこが好きなのかな。ちっちゃい子じゃん。イルミネーション行きたい。どうしようかな。可能かな。え？ヤフプリさんやっほー。こんばんは。ドリミネーション。あ、そう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 、それね。話してよ、かすみと行こうねって。かすみは、調べてくれた。11月17日楽しみー。僕隊終わったらちょうど行けるかな。確かに、でも僕隊山口行けるって考えたらなんかいいわ。楽しみになってきた。なんか今日起きたことは一生忘れないけど、一生忘れないし、一生引きずるし、一生もう嫌だけど、工事現場の赤もイルミネーションって言いそう。確かに、うわ、キラキラしてるとか言いそう。夜の高速道路好きなんだよね。いや、なんかさ、昔さ、家族でさ、ディズニー行ったりするときにさ、夜中に出るんですよ、私の家族って。なんか肩幅でかく見える、めっちゃ。なんで？私の家族ってめっちゃディズニー早く出て、夜中の3時とかに家出てから、
あ、いや、寝てて、まあ、朝ぐらいに着いて、そこからなんか並んだり、ガチなんですよ、朝早くて。で、疲れてるよ。で、なんか、ディズニー行くのに、毎回高速道路使ってサービスエリアとか寄るから、その高速道路が大好きで、高速道路の乗るのがもう嬉しくて、なんかゲオ行くのも高速道路とかちょっとたまに使うんですよ、高速道路みたいなところ。だからゲオなんか行くだけでもなんかディズニー行く気分で楽しかったっていうね、思いながら言いますよ。夜中に3時ぐらいに、そうガチだから。たくさんお金持ちになったら家族とディズニーランドホテル泊まります。妹の誕生日でランドホテル泊まって、妹が小学生の時に思い出があった。めっちゃ綺麗だった。部屋からパーク見えるところでね、泊まったんだけどね。なんかランドホテル泊まったら朝さ早く入れるじゃん。なのに普通に寝坊してさ、みんなと同じ時間に入ってった。雨だったけど楽しかった。それは青春だね。加藤さん入ってありがとう。エビスコーって何？さっきのお祭りでしょ？本当にエビスコーっていうの？何それ？今日より悪い日ないと思う。確かに。ドルミネーション始まったらおしなくさせしない。楽しみにしてるね。嬉しい。夜景って綺麗。それな。地元もイルミネーション。本当？みんな早いな、気分が。でも、あっという間にクリスマスですね。やだ、クリスマス一人で過ごすの辛いよ。なんか通知来た。クリスマスが今年もやってくる。じゃじゃじゃんじゃんじゃん。毎年家族とか親戚でパーティーしてるんですよ。クリスマスパーティーってやつを。夜中さんだな。すごいよね、普通に。バイパス、そう。バイパスっていうの、だからバイパスなんかな？あ、バイパスか。でも、トゥーンみたいなさ、何円みたいなお金みたいな払うよ。今日近くで花火で楽しみ。花火大会いいな。え、川崎あたり工場地、なんかそれ知ってる？なんかクルーズみたいなのあるよね。乗ったことないわ。サービスエリアから見る夜景？見たことない。見たい。綺麗な夜景が見た。よーしよし。ん？安上がりですな。ゲオ行くのに高速。わかんない。でもなんか、ピーンみたいなところを通って、なんかこうやってガッて上がるやつを通る。金させる。ありがとう。藤川サービスエリア、ほんと綺麗。わかる。藤川サービスエリアよく行くよ。国道1号線のバイパス走りやすい。わかんない。車運転したことないんだよね。ゆきえさん、ありがとう。待ってるね。みんないいな。車運転できたかな？もう運転した。恵比寿神社のお祭りなの？恵比寿神社？本当にあるんだ。お宅にドライブ楽しみ。ね、本当に羨ましい。もう青春じゃん。うちも青春。なんか最近めっちゃここら辺、なんか噛むのが疲れるんだよね、めっちゃ。もう3回ぐらい噛んだら、もう嫌になる。この間さ、なんかなんだっけ、ローストビーフか食べてた時かな。めっちゃさ、もう疲れちゃって口が。本当に、なんかやばいと思った。いいなぁ。青春シュワシュワクラブですね。知ってますか？青春シュワシュワクラブ。流行っためっちゃ。配信でパーティーした。クリアハロウィンできなかったからね。有料道路。あ、そうなの？バイパス？高速かと思ってた。有料道路でもお金、あれなの、なんかピーみたいになるってこと？ディズニーの気分だったのに、あれめっちゃ似てるから。バイパスと。バイパスじゃない。バイパス？透明か。当日公演あるのかな？どう思いますか？ ST 横浜握手会の後、工場夜景のクルージング行ったの。いいなぁ、楽しそう。君、やったわ。君の瞳、顎関節しようかな。わかんない。路面に注意だぞ。路面って何？森健議員がさ、ヤッホー！ありがとう、昨日は。いいな、どうだった？トールさん、千枚にありがとう。ローストビーフ、それな？
ローストビーフパーティーしたい。でもクリスマスと言ったらやばい、なんかもうクリスマスですよ。もう街にいる CP を全部破壊する勢いで過ごしたいと思います。目標全員の真ん中を通る。恵比寿神社がチョコ祭り、あ、そうなの、初めて知った、行ってみたいな。覆面パトカー、いや、なんかさ、昔さ、ちょっと待って、これおもろい。なんか、ちょっと、おもろい話なんだけど、やばい、おもろい話って言ってしまった。なんもおもろくない話なんだけど、超つまんない幼少期の話なんだけど、なんかその、私の地元っていうか、なんかその、住んでるところが、割と、なんか地区で仲良くて、その当時、昔は。で、食器中集会所とかにね、集まってみんなでお花とか撮ったりして遊んでたんだけど、その時になんかちょっと一人なんかちょっと悪くはないけど子がいて、なんか私真面目だったから公衆電話とか入ってこってなかったね。で公衆電話をなんか使わないで、なんかお公衆電話をなんだっけ、お金入れないでこう公衆電話のあの話すやつあるじゃん、この耳にやるやつ、これを取ると用がないのに、あれ取るとなんか警察が来るって言われたのね。なんかちっちゃい頃そういういたずらしないようにそういうさなんかこと言われるじゃん、脅されるじゃん、全然警察とか来ないのに。でそれを信じて、でもなんかその小さい頃の私たちって好奇心旺盛で何でもやりたいから、なんかちょっとここ受話器をね取ってみたね、こうやって、あ受話器、そう受話器だ、受話器を取ってみたね。もう悪いじゃん、その子供の頃のうちからしたら。めっちゃ悪いことしたじゃん、そのみんなで、5人ぐらいでね。で、うわ、やばーとか言って走って逃げたの。そしたらね、白バイが来たんですよ。やばくないですか？え、だから、やばい、めっちゃ落ちそうな話してしまった。もうショック。だから本当だったのかなって思いました。以上です。ごめんなさい、面白くなかったです。ありがとうございました。聞いてくださって。うわ、最悪。もう今すぐ配信切りたい気分だわ。CP って単語好きすぎてやばい。え、それな、もうみんなで全 CP の間を通ってこう。クリスマスはケンタッキー食べてた、バイトの時食べてた。友達とケンタッキーのバイトしてたからさ、友達とクリスマスパーティーでケンタッキーのさものをさもらってパーティーしてたかな。でもあのクリスマスは絶対にバイト入んなきゃだったから、時間的にもそんなパーティーはなかなかできなかったから、そのショッピングモールで友達とプレゼント交換会みたいな、なんか何千円まで買ってそれでプレゼント交換っていうのをやってた。一回だけクリスマスに赤レンガ行ったことあるんですよ、友達と。その時はめっちゃなんか周りが CP ばっかで、なんか全 CP の間を通りたくなりました。クリスマス俺たちパーティーです。そうだよ、ハードル下げたお茶の話おもろ、やばいやばいやばい。熊手を飾って、何それ、ないの、受話器、そう受話器、受話器振り方忘れてますよ。めっちゃ怒られた、やば、非常ボタンあったの。そうで白バイ来て、あ待って話の続きある。え待って白バイじゃなかったよあれ、結局なんだっけな。で A ちゃんって子がいて、今でも名前覚えてる、全然仲良くないんだけど、 A ちゃんって子がなんかもう隠れてやばいみたいな感じで倉庫の子に隠れたのね、みんなで倉庫のなんか裏みたいなとこに。でその後にそこに入ってきたんです、その通りに。でびっくりしたら普通になんかピザ欄のマークみたいなのがあって、ピザかなマークがあって、ピザあの白バイじゃなかったよって話です。以上です。そうだ、で結局その子がなんとかじゃんって言って、なんか結局繋がんないよねって言って、そこであの知った、そのそれを。でも何が言いたいかったか分かんない自分、ちょっと頭おかしいんで気にしないでください。そうそう白バイじゃない、白バイ、そうでも白バイ、えでも白バイだったの、その子はピザロって言ってたし、確かにピザのマークあったけど、でもなんか白バイだったんだよ、白いバイクだってさ、当時の自分なんてさピザの配達なんて知らないからさ、白いバイクがあればさ全部白バイだと思ってるから。本当なの、確かに。カナと CP になりたい、嫌です、悪いことできないと話。そう赤レンガいいでしょ、赤レンガのクリスマスマーケットみたいに言ったけど、そんな、あー楽しくなかったじゃない、間違えた、あれですよ
友達と行ったんだけどね、全然なんか、いやでもよしょっちゅう横浜行ってたからかな、しかもなんかしょっちゅうっていうかその時期にめっちゃ横浜行ってた時期だったからだし、野球とかめっちゃ見てたシーズンだったから、なんかそんなうわーとはなんなかったかも。やったケーキ待ってるね、月光仮面、何それ、 A ちゃん、そう A ちゃん、白車体、ほやなか中ちゃん、違うよ4シリーズ、何それ、ピザ界の、そう見間違い、これうまくハバスは落ちになる、うわー、引いたインが隣に行ってこそこそ話して全部話してもらえばよかった。色は知られた白バイ、そうなんだよ、 T シャツだと思いきや NMB さんの T シャツ、お誕生日ありがとう、落ちは落ちないです、もう今すぐ切りたい配信、落ちを用意できなかった自分にがなんか恥ずかしいまで切りたいです。スケートリンク、あ、家族で行った時に赤レンガにスケートリンクあってそこでスケートしましたよ、めっちゃ転んだ、普通に向いてないかな、話の構成って大事よね、それな、これから文章なんかもう作文書こうかな、面白かったか、着なくてよかった、浦部さんやっほー、コンサートとか言われなかった、元気でクリスマスパーティーしたでしょ、え、ほんといいの、みんなみんなのクリスマスパーティー邪魔しちゃわない、大丈夫、みんな家族とかと、あとあのクリスマスパーティーしなくていいので、も私はもうぼっちで今年は過ごします、言うて毎年ぼっちなんですけどね、家族ぐらいなんですけどね、イルミネーションも行きたいな、御殿場の時の住処行きたいのところで、あったかい食べ物食べたい、テテ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 テ、あーやばいやばい、大歓迎よかった、あれは嬉しい、よかった、みんなの邪魔にならない程度に配信しようかな、クリスマス、クリスマスみんな暇か、暇じゃないか、暇な人もいるし、暇じゃない人もいる、暇な人は私を差し置いて、彼女さんと遊んでるんですか、じゃ暇じゃない人はみんな CP ってことですか、同じく毎年ぼっち、よかった仲間がいて嬉しい、ツーショット、来てよ絶対に、クリスマスパーティーいいでしょ、30年ぶりのあれ、何何それ、30年ぶりにクリスマス人と過ごせる的な、仕事しよう、あ、お仕事か、頑張ってね、それが盛り上がったい、今年会うのかな、クリスマスライブ、本当にの CP クラッシュ配信期待してる、いやそれな、やりたい、もう全部今からここにいる CP の間を全部通って話させていきますっていう YouTube 怒られちゃう、そんなことしたら追い出されたビビってなって、どういうこと、ありがとうビンゴの神さん、やっほー、あれまたなんか食べてる、もう食べてないよ、ほらテリーさんとかな、結婚したんじゃ、結婚してないよ、38年ぶり、なになに、またなるだろうから帰るわ、どういうこと、それで来てくれたら我のお寿司ごちそうする、やだ、リサハタありがとう、電話が当たってかなの配信見ながらパーティーとかしたいな、やだ、なんかやだ、かなの配信みんなに見られてるってことでしょ、なんかやだな、それめっちゃやだわ、恥ずかしいわ、もう無言だろそれ知った瞬間、コイさんハタありがとう、リサハタありがとう、アイドルがやる配信じゃないよそれな、怒られちゃう、リさんあたありがとう、ナコミクフナカタさんこんばんは、イサナクさんこんばんは、ハシさん結婚して、考えるけどちょっと今その気分じゃないかも、だってクリスマスに CP の真ん中を通る、破壊するって言ってる人が結婚してギフトにいいよとか言ってしまうと、なんかちょっとね良くないじゃん、 AT じゃないよ、今年クリスマス確かにどうなんだろう、あるんかな、しなかったんだっけ、しないよ、最高、それな、ヒロさん、じゃあありがとう、矛盾してしまう、そう矛盾してしまう、そう矛盾してしまう、なんか私がこうね、クリスマス本当にクリスマスね、破壊神かな、そうですよ、みんなの真ん中を通ってきますよ、忘年会って忙しいの、忘年会って騒ぐやつじゃないの、
ウェイオッツみたいな知らん、行ったことないけど忘年会なんて。一緒に破壊しに行く、みんなでじゃあ本通り集合、 CP 破壊企画。やばい、怒られちゃう、こんなこと配信出てんのも怒られちゃう。でも本当に心が痛むんですよ。特にみんなクリスマスでは横浜行かないように注意してね、ぼっちの人は。心痛みますよ、だいぶ。私は普通にね、横浜という場所が好きなのにね、すごい心が痛みますよ、毎年。うーってやられますね。みんな幸せになってください。一緒に破壊しに来てくれるの、ありがとう。塩にもほどがある最高怖い、1年乗っちゃいけそう。破壊ウェイヨー出るってことはそれだけかな。配信が違う、やだやだ恥ずかしい。やっほーかむらぐさ、お疲れ様って感じか。時間あるのさ、こんばん、ウェイオウェイオッツなんていうか、え、言わないの。ウェイ今年も1枚じゃない、1年オッツオツオツ誘導、何それ誘導。実家横浜辛くない、横浜の赤レンゴとか行くと私は辛くなる、あそこ行くとテキーラ、あ夜しちゃったやん。横浜行ったな、横浜行ったことあるよ私。もう本当にボツの人はみんな気をつけてください。でも赤レンガ倉庫はよく行くんだよね、家族と行くし友達とも行く。友達が誕生日でね、なんか計画立ててくれたんだよね、横浜のなんかなんか旅行みたいな、ホテル戻って全部してくれたんだけど、その時の夜景、いやしてくれたんじゃない、私が、えどっちの誕生日だっけ、友達の誕生日だっけ。なんか毎年その旅行プレゼントしたんだけど、カナウは友達にディズニー連れてってあげて、カナウ、ああそうだ、カナウが連れてもらったんだ。でそこ行ったんだ、赤レンガの夜景見て、なんかクルージングみたいなやって行って、寒かった記憶ある、めっちゃ最高だった。もともとは辛い、なんで辛いの、あそこ私手相見てもらったよ、アイリだっけ、アイリっていうさ、なんか占いみたいな当たるみたいな TikTok に流れてきて行ったわ。そこ赤レンガのツリー、何それ赤レンガのツリー、えあのさ赤レンガの前にあるってさ、なんかお店なんだっけ、なんだっけ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 、あのいろいろお店があるところ、そこのツリーってこと。横浜でライブやりたい、浮気吉でも外れ心配になるわ元気、あのおはよう、いいよ。クリスマスライブすぐ一人で来るじゃないもん。あそうなの、みんなクリスマス一人じゃないんだ、よかったね、嬉しいね、みんないてこそ。めっちゃ綺麗、そう綺麗なんだよね、他の人のことなんて気にしないでどうだめ。確かに強、もしかして一人で生きる人、横浜の赤レンガ。ちょっと赤レンガパークに釣りあるよね、え釣り、あああったわ赤レンガ、そういうこと、クリスマス釣り、そう楽しいですね人生、何があるか分かんなくて。山高さんほらありがとう、嬉しい、やばい目がちょぼちょぼしてきた。今何時か分かる方いますか。ててんててんてて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 て、あーもう危ない危ない、本当に自分たら。最近このねドンキで買った500円のリップのなんかな、中身がなくなってきてしまって、で大変ですよね。おはよう、どこでも一人で行ける、それな、スクリーンスクエアのクリスマスどこにあるのそれ、10時か、七さん誰もありがとう、ハートありがとう。あでも私はきっと STU に入ってなかったとしてもクリスマスはぼっちなんだろうなって思います。だから STU に入ってよかったです、きっとぼっちじゃないのでないので。ドンキのモコモコ靴下買ってた？え？リエチもっていうか、私モコモコ靴下買ってないわ。どういうあれ？全然モコモコクリス靴下なんて持ってないわ。
やばい、このお菓子さっきさ、あんまりさ好きじゃないって言ったのにまた食べてしまった。なんかドッグフード食べてる気分。うー、助けて。ん？充電しよう。横浜のおすすめのご飯屋さん教えてほしい。東京とか広島とか。ご飯さ、結局さ、いつもさガストで食べちゃうんだよね。友達よサイゼリア、あ、友達横浜行った時さ2回連続でサイゼリア行ったんだよね。え、うおー、クリスマスパーティーしてくれた、やった、ありがとう、びっくりした、ありがとう。安野凛さん、だるま、じゃ、だるまじゃなくてミラーボール、ありがとう、嬉しい。ミラーボール、めちゃめちゃパシフィコ、え、そうなの？こたつないよ、寒いよ、寒い時お風呂入って寝ますよ。こんばんは、そこ、ばんそこ。ランドマークタワーはいいわ。なんか横浜ってさ、なんか幸せだよね。もうそこにいるだけで幸せになれる。やばい、なんかさ、CP 言ってさ、かなのさ、ファンの方でさ、彼氏彼女の方もさ、いるかもしれないから、ちょっと。やばいよ、うち悪者になっちゃってる。やばい、気をつけよう。私は、ヒリアーミンたちの味方でもあるし、全然、CP さんたちの味方でもあるので、安心してください。入ってますよ。懐かしい、安心してください、入ってますよ、とか。あるかな、横浜の写真。みんなに見せたい、あったら。キラキラですよね。でも私あれ好きなんだよね、そのさ CP の間を通りたいとかさ、 CP のをさ、なんかもう離れさせたいとか意味わかんないこと言ってるけどさ、私さ、割とさ、カップル YouTuber さん見るんだよね。花金カップルさんとかさ、好き。ありだよ、本当に。え、あるの？あったとしたらってこと？クリスマスだろうが何だろうが俺たちが、ありがとう、加藤さんありがとう。15歳から彼女と5歳も消えたことなかったが、何年ぶりぼっちは一人だけなんです。何年ぶりぼっちは一人だけ。え、いいやん。うわ、なんかそれ自慢じゃん、めっちゃ。15歳から彼女とかって。うわ、腹立つ。まびのびさんありがとう、キャンディー。センターグリル、ありがとう、もう濃いのね。めっちゃ感謝。ありがとう、好きにしよう。お疲れ様でした。ハッシーさん、ありがとう。浮気者、それな。金語録に追加しないと。クリスマスは何曜日？もう何曜日とか知らん、もうクリスマスは。水曜日で会ってくれ。土平日で会ってくれ。みんなが休みじゃないで会ってくれ。嬉しい。こちらこそありがとう。浮気で、そうだよ。英語バージョン今年のルミネス。何それ？僕は着せますよ。3期の中に暇らっていくよ。馬車道あたり。あ、そうなの？あ、ありがとう。こういうのも助かる。高いご飯屋さん行ってみたいな。人生で1回でもいいから。そういえばさ、なんかメンバーに誰かさ、カナウのさ、高校の頃の証明写真持ってる人いるんだよね。この間さ、私どっかにさ、置いたんだよ、自分のやつを。で、なんかスマホの裏に挟んでたんだけど、自分のをね、別に自分の挟みたくて挟んだじゃなくて、普通に、学校で落ちてたからスマホに拾って、そのままずっとスマホのケースに入れてたんだけど、この間誰かが欲しいって言って、誰かに渡した記憶あるんだよね。その、リア充かな？リア充じゃないか、証明写真を誰かにあげたんだよね。高校の頃の証明写真。この辺横浜だ。これクリスマスじゃないか？2、3月？1、2月？
でもしょっちゅう横浜好き。じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん。しゃぶようも好き。しゃぶようの写真出てきた。トムトムさんラブレター、ありがとう、嬉しい、やった。トムトムさん10、ありがとう、やった嬉しい。ベロベロキャンディーもありがとう、嬉しい。なんで人の、ん、え、自分の自分の。平日だったらイベントあったら会いに行けないよ。確かにイブ日曜日だって。ってことは月曜日か、当日は。じゃあイブにやるのかな。俺は結構早かったもん。23早っ早っ早っ。そうそう、俺も欲しいんだけど。何が、賞味写真あげないよ。こんばんの見知らぼいさん、やっほー。でもね、まあクリスマスぜひ休日でみんな楽しい休日をお過ごしください。クリスマスパーティー、いいクリスマスにしてくださいよ。クリスマスいいな。クリスマス仕事、あ、そうなの、みんな休みじゃないの。だいたい23、24、25、26、27、28、29、30、31、31、1、2、3、4、5、6、7ぐらいがさ冬休みじゃん。あ、そっか、待って、今年から冬休みとかそういう制度ないわ。うちもう学生じゃない、忘れてた、学生だと思ってた自分が。危な、そうだ、そういうあれないんだ。そっか、そうだ。トムトムさんペンライトありがとう。社会人だとそれな、クリスマスお仕事よ、休みない。忘れてた、もう23から、え、25、26、27、28、29、30、31、1、2、3、4、5、6、7ってもう15日ぐらい休みかと思ってた。なわけないわ絶対。もう学校の気分だった。日本だとクリスマスも読むのが盛り上がる。いや、それな、証明写真くれたチェキ届くから。え、欲しい。なんで年末話、いや、それな、なんで年末話してるんだろう。何の話から始まったっけ。かなたんた、え、紙ってどういうことどういうこと。たむたむさんペンライトありがとう。年末年始くらいにクリスマスイベントやりたい。その気づき本当に悲しいよね。いや、それな、うわーってなる。そっか、クリスマスはバスケ観戦、感染？感染するの？ようこそ社会人へ。お邪魔します、社会人。曜日感覚なくなる。いや、それな。もう冬休みはなしですよ。大学受験せんよ。繰り込まれた。それな。たまたま3回。ありがとう、嬉しい。働きますよ。アイドル、確かに。頑張るわ。イルミネーションから？イルミネーション行きたいな。元日公演で買ったら歌唱できないのさ。そんなことあるの？待って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 。つらたんたんめんすぎる。本当にお願いします。一日でもいいので。堤防？堤防って何？むしろ繁忙期って何？みんな難しい漢字使ってくるね。おはよう、ウルトラセブンさん。今輝いてる。ありがとう。お正月休みないもんかなと。らしい。トムトムさん、ありがとう、クラッカー。嬉しい。クラッカーありがとう。お誕生日気分ですね。ピッコロさん、こんばんは。トムトムさん、ありがとう、クラッカー。クリスマスになったんだよ。イルミネーション？確かに。クリスマスだよ。ケンダの手伝い行きたいよ、本当に。倍の給料もらおうかな。ゆうゆうさんファイト、ありがとう。トムトムさんありがとう。クラッカー嬉しい。今日もお疲れ様、ゆうゆう、ありがとう。体は子供、頭脳も子供、真実はいつも一つ、子供です。今日ショールームのイベントがまたあるかもよ。多分参加しない気がする。それはゆうくん、こんばんは。だってお正月でしょ。公演とかもあってさ、もう今回身に染みて感じたわ。いろんなことでメンタルが崩壊していくので、ショールームイベントは本当に考えよう。トムトムさんちありがとう。ポスト写真、ちょっと待って、見たい。ちょうちん、ちょうちんっていうのこれ、堤防かと思った。トムトムさんありがとう。ちゅう、嬉しい、ありがとう。大変だったんだ。みんなそれでもやるの。後ろボイさんちゅう、ありがとう。あれ、あ、ショールームあれか。あ、え、どういうこと。 PR 舞台のってこと。漢字がかなり得意ではありません。そうです、堤防、堤防に見える、堤防じゃん。ミシルボイスありがとう。トムトムさんありがとう。ジュイルネーション行きに行くんだ。行ったら絶対するね。やった、うちもなんか間に入れてくれ。クリスマスのケーキ予約しながら、そう、予約しないと買えないんですよ。みんなぜひケンタッキー予約して買ってください。明日の最初めきなので宣伝しないでいいか。本当に痛い、痛い。お話し会来て、もうかなうのたくさんの悩みを聞いてください。私もみんなの悩みを聞くので、たくさんみんなで悩み相談しましょう。もうだいたいその頃には悩みなんてなくなってるんだろうけど。ひろさん、こんばんは。レオハートありがとう。
昇格して紅白出たら年末休みにするよ。いいよ、もう嬉しすぎてもう休まない。もう何週間でも、もう労働基準法に引っかかってでも働く。クリスマスに休んだバイトの先輩の話好き。あ、私のクリスマスに休んだ。もうそうやね。忙しいよね。そう、忙しい。頑張って。ありがとう、はちぃさん。え、確かに。地元先生、ありがとう。最近はももクロの紅白。え、なにそれ。日本一。え、そうなの？何？阪神？ゴセレポニアとかね。え、入れといて、真ん中に。真ん中ね。頭の上とかでもいいよ。肩車してるやつもいいよ。トマトボさん、旗ありがとう。カナチャ、シャロミちゃん、タンタン、デザイ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 ン。参加するよ、もちろん。でも、こういうのでは参加しないかな。昨日まあもう話したやん。それな、もう話したりない。どうしたらいい。僕の悩み、かなか悩みを解決できないことかもしれん。一生悩み解決できないから、みんなお話し会で待ってるね。お話し会を見送ります。7万あれば6時前解散。うわー、うー、そんなとこ行くからだよ。可愛いって言ったの。嬉しい、ミシェルボーイさん、ありがとう、伝えてくれて。なんかな、12月午後に会えるか楽しみ。かなお楽しみ、イエイ。もうお話し会少し、ありがとうみんな。本当にお話し会来てほしい。もうお話し会来たもん勝ちですよ。結婚してくれないの悩み。いや、そんなのね、そんなの知らん。ぺったんゴリラですよ。私は結婚しません。お話し会来てくれたら考えようかな。わからない。60枚出し、もう60枚でも話したりないって。次は何枚にするか。1555枚。年明けの初日公演出れたら最高やな。確かに最高。いつもお金ないの上がりやな。パチでお金、それな。10万買って100枚買う予定だったから。じゃあもう一回頑張って挑戦してきて。もう一回頑張ってきて。嘘だよ、みんなお話し会待ってますからね。ちゃんと真剣に相談しましょう。いや、相談って何の話って感じなんだけど。オンラインももちろん来てほしいし。いや、オンラインめっちゃね、めっちゃ楽しかった。オンライン昨日マウント取ろう、みんなに。めっちゃ楽しかったよ。本当に来ない人は後悔するぐらい楽しかった。たくさん、もうずっと話してた気がする。本当にあのね、もう休む暇なかったです。ありがとう、みんなおかげで。ずっとなんか今まではなんか空白のなんか空白の1分間とかあったけど、人が来なくて。全然最初の方ってか、もう本当に最初の方とかね。でも今回はもう本当に止まる時がなかったから、めっちゃ嬉しかった。ありがとう。あ、一回だけあったわ。でも嬉しかった、ありがとうございます。てれててんてん。今日最後にさ、そうですね、みんなに今日塩だよ。何枚か、え、なになになに、おしましできるからね。許さな いよ。明日が最終決起、そうだよ、11月23日、明日が最終決起。無理。楽しかった。それではピノピさん、ありがとう。おみそか、年明け橋あるよ。ちゃんと全部言ったやろ。あれがカノルリのやつ。リンゴさん、こんばんは。よかった、カノルさん劇場です。あ、そうだよ、わし2000枚買うって言うすらあれだ、高い考えレベルな。1000枚買ってって言われたことあるの。来週マカオ行くかも、カジノでだと。マカオって何、カカオ。あえて最高の、カナも最高だった。こんばんは、23日その授業が怖くて買えない。大丈夫だよ、ぜひ注文。ありがとう、小沢沢さん。確かに強すぎる、もうツイッター数無理。山形翔ちゃん、あれちいかね。やっほー、流れ星さん、こんばんは。でんかいさん、でかんかいさん、でか、ん、でかかいさん、お誕生日ありがとう。メロンセンターは嫌です。暑いのどうしよう。お誕生日ありがとう。年明けはしない、絶対任せて。コントさん、こんばんは。せっかく強いことして思ったので、その10倍以上ね、寝られるとちょっと意味不。どうしようかな。で、いや、もうちょっと待って、今かなちゃんが言ってんか。覚えてない、覚えてない、言ってない、言ってない。大阪待ってるよ、かなんだけど、その本当お話し会待ってますでしょ。お話、お話し会待ってます。ハート、オッケー。本当に1550分。いやおバカをかかおいける。いや、それ一回寝かしてちょっと眠くなってきた、やっぱり。
何分まで配信していいんだっけ。何時間、何時間、2時間、何時から配信してるっけ私。